時を超え輝き続ける沖縄の宝物、タイムレスストーリー。今日のお話は人間国宝宮城由紀子さん。私は生まれ福島羽地、そこで生まれたのでよく村芝居とかもう近所で歌が聞こえるぐらいの、それをいつも耳を澄まして聞いて、なんか踊りが好きだから自分も踊りたいっていういつも感じだったんですよね。宮城さんが踊りの世界に入ったのは18歳の時、師匠の間敷名芳子さんのもと心と技を磨き続けてきました。踊りってね、本当に思うようにスムースにいける時と、ちょっともがいて前に進まないブランクがある時があるんですね。それの繰り返しでいろんな悩みもあるけど、また喜びがあって、また一段一段登るって感じね。それが今に続いてます。丁寧な努力を積み重ねてきたんだね。かっこいい。それから引っ張るときに向こうに、そうそうそう、今いう踊りを残していくのにはね、体で体得しないといけないですよね。うちのあの踊りやリクツオランドドゥーテサーニルオビールっていうのが先達のお言葉ね、これを忘れないで次の世代に伝えていく。今日のタイムレスストーリーは人間国宝宮城由紀子さんでした。次回、この放送は運ぶ笑顔のために沖縄大和運輸の提供でお送りしました。